中央区展示図本の会の鈴木です。中央区、主に中央区を対象にした活動をしています。で、転訳っていう活動と、あと展示出前講座っていうのの2本柱でやっていますけれども、転訳っていうのは視覚障害者から例えばこの本を展示にしてほしいって依頼を受けた時に転訳したり、あと新聞の記事とか雑誌などを転訳したり、そういう活動を日々行っています。展示を通して視覚障害者の理解、障害者の理解を深めていこうと思っています。で、子どもたちのところへ行くと、視覚障害者は何にもできない人なんだ、字も読めないし歩くこともできない、そういうようなことがありますけれど、言われるんですけれども、いやそうじゃないんだよ、目は見えないけれどもできること、ヘルパーがいれば外に外出することもできるし、点字というものを使って読み書きもできる、お料理もお化粧もそれから旅行だってできるんだよっていうことを子どもたちに言って、できないのではなくて、できないこともあるけれども、できることもそれ以上にいっぱいあるんだ、でもできないことをみんなが何か手助けしながら視覚障害者とつながっていければいいねというふうに子どもたちとお話し合いします。これからの世代に担う子どもたちに、やっぱり私たち障害者でもいろんな障害者もいる、それから目に見えなくても障害を抱えている人たちもいるんだと、でそういう人たちにどうやって声掛けするか、サポートできるかっていうのを例えば白杖を持った視覚障害者が駅のホームとか交差点で待っていた時に、どういうふうに声掛けしたらいいかっていう具体的なことも含めて子どもたちと接しています。実際に声掛けする時の仕方みたいのも展示を通して子どもたちと関わり合っていきたいと思います。